こんにちは、太郎です。今回は神奈川県の横須賀に来ています。目的地は東京湾内にある無人島で猿島というところです。過去は幕末から第二次世界大戦前にかけて東京湾内の防衛拠点でもあったところで、関西にも和歌山県の加太というところに友ヶ島という昔の砲台拠点があるんですが、こちらも昔よく写真を撮りに行っていて、関東にも同じような場所があるというところで今回行ってきました。その2つの島に共通して言えるのは、明治戦後に建造された砲台の史跡が天空の城ラピュタの世界に例えられたり、非日常的な雰囲気があってレイヤーさんの撮影などでも人気の場所で、私自身は友ヶ島の撮影のたびにそのレイヤーさんの撮影現場に遭遇してました。今回は X Pro 3に純正の M マウントアダプターを取り付けて、コシナのオクトレンダーノクトンクラシック 35mmF1.4MC で撮影してきました。いつも持参している富士フィルムの XF35mmF1.4R も使いつつ、ノクトンクラシックの作例や描写についてお話ししていこうと思います。今回も最後までご視聴いただければ幸いです。この日はめちゃくちゃ天気が良かったです。とりあえず1枚撮ってみます。まず比較のため、おなじみ XF35mmF1.4R です。で次にノクトンクラシックです。それぞれ F1.4 の開放で撮影してるんですが、はっきりわかる違いは背景のこうボケ感ですね。どっちも溶けるようなボケ感ですけど、ノクトンの方がもうこう荒々しくぐるぐるボケになってます。次も同じように比較で撮ってみます。最初に XF35mmF1.4R、 次にノクトンです。こっちも背景はかなりぐるぐるボケにノクトンはなっていて、あと手前のこの葉っぱですね、この辺がこうノクトンの方が輪郭がこう甘い感じでこうふわっとして、オールレンズっぽい優しい描写になってるかなと思います。ちなみにこのホクトレンダーのノクトンは F 値など仕様は異なるんですが、富士フィルム X マウントのレンズもいくつか出てます。ではなぜこのライカ M マウントをあえて使っているのかっていうところなんですが、私自身フィルムライカ M3 で使うっていうところもあるんですが、正直一番はこの X Pro につけた時の見た目がフードを含めてこっちの方がかっこいいからです。この組み合わせの時は絶対にメーカー純正のフードをお勧めします。なんか以前も違う動画で同じようなこと言ってた気がするんですが、トンネルの前でローアングルで1枚撮ってみます。今回は友人と来ているんですが、前面でちょっとこうシルエットに入ってもらいました。このノクトンは基本マニュアルフォーカスで撮影することになるんですが、こうフォーカスリングはこう大きな木みたいなところがあって回しやすいので、ピントとかは合わせやすいのかなと思います。トンネルの前でそれぞれのレンズで1枚ずつ撮ってみました。今回は主に開放 F 値 1.4 をメインに撮影しています。ノクトンの個性が特に開放で出てくることが理由なんですが、 XF35mmF1.4R も開放でのこうボケ感に結構特徴であったり定評があるので、系統は似てるのかなと思っています。それでも今回撮影してみると、写真の空気感であったりとか描写のエッジっていうところでだいぶ違いを感じました。ノクトンで開放から少し絞って1枚、今までよりかなりこうシャープな描写になってるかなと思うんですが、いかがでしょうか。様相は違いますが、なんか久々に好きな落書き、落書きでいいんですかね、1枚撮ってみます。今度は開けた海の方へ向かいます。ちなみにこの猿島自体がそんなに大きい島ではないので、家族カップルで散歩の延長に足を運んでもいいのかなと思います。一面に海と空ですね。ここで F 値を8まで絞ってノクトンで撮ってみます。 F 値 1.4 の時に比べてにじみとかもなくて、すごくこうクリアでシャープな描写に映りました。かなりギャップっていうか、もうなんだろう、こう二面性を持ったレンズだなっていう印象を感じました。ここは XF35mmF1.4R でとっさに
まあ、良さげなシルエットかなと思って撮りました。 XF35mmF1.4R をつけていて、思い立った時のオートフォーカスが、まあ、いつもだったら普通なんですけど、今回みたいにノクトンをつけて撮影している時だと、まあ、パンフォーカスとかしていない限りは、まあ、速射性は劣るので、 XF35mmF1.4R のもうこの安定の信頼感とかを改めて、まあ、感じたというか、まあ、いつもありがとうって感じでした。はい、今回は無人島猿島で撮影してきました。まあ、っていうのは人はいっぱいいたんですけど、今回はすごく天気が良かったのでプロビアを使いましたが、曇天とかこう天気が優れない感じであればクラシッククロマタリー撮ると史跡のこう重厚な雰囲気だったりを強調したり、まあ、すごく映えそうな景色や構図が多かったかなと思います。いろいろ撮影してみて、周差の影響による開放域のにじみであったりとか描写の甘さっていうのは感じたんですが、まあ、事前にちょっと調べてた周辺原稿については今回の撮影ではあまり感じなかったかなと思います。また今回使用したノクトンクラシック 35mmF1.4MC 以外に SC、まあ、MC っていうのはちなみにマルチコーティング、 SC っていうのはシングルコーティングなんですけど、まあ、こちらについてはSC の方が、まあ、色調に特徴があってサイドが控えめな、まあ、クラシカルで、まあ、どっちかというとこっちの方がオールドレンズに近い描写で、あと逆光時のフレアが盛大に出るっていう風なものみたいなんですけど、まあ、こちらもいずれ試してみたいなと思っていってるんですが、まあ、とりあえず今回この MC マルチコーティングの方では逆光時のフレアっていうところに関しては、まあ、試してなかったので、また別の機会でどんなフレアが出るのかとか、そんなところをアップしていきたいなと思っています。このチャンネルでは写真撮影、カメラ機材などについて今後もいろいろと発信していきますので、ぜひチャンネル登録と次回以降もご視聴いただければ幸いです。動画の中で改善した方がいい点や不明点、要望など何でも結構ですので、コメントなどいただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。